それにしても検問の時の芝居よく思いついたよな。特にライラが本気だったね。実はずっとああいうお芝居に憧れていて、一度やってみたかったんですの。それにしたって急にセリフが出てくるのはすごいよ。経験値が違うのよ、人間とは。そっか、天族って見た目通りの年じゃないんだっけ。ライラって本当は何歳なの？そういえば俺も知らないや。俺より年上な気もする。それは非公開です。こういう時のアドリブは聞かないのね。本当に対立してるんだな、ローランスの騎士団と教会って。人を守るための組織だろうに。人が集まればどうしても集団の意識が芽生えてしまいます。それが組織の力となる場合もありますが、強い汚れを生み衝突を起こすことの方が多いのです。戦争とかだね。最大のものはそう。教会と騎士団の対立も小さな戦争と言えるでしょう。戦争、すなわち人の歴史である。本に書いてあったことを実感するよ。俺は関わらない方がいいのかな。スレイさんはどう思いますか？俺は知りたい。ひどい現実だとしてもそれも世界の一つだと思うから。でしたら参りましょう。スレイさんの旅なのですから。俺と俺を信じてくれるみんなの旅だよ。ロゼさん、少しは私たちに馴染んでくれたでしょうか？だいぶ慣れたんじゃないかな。怖がりだけどさっぱりしたやつだし。いや、案外根が深いのかもしれないぞ。ロゼの恐怖感はあんなに強い霊能力を打ち消すほどのものだったんだから。誰かさんのせいで。お前たちに言い訳する気はない。そんなロゼが自分の意志で付き合ってくれてるんだ。大丈夫だよ、きっと。そう信じたいよ。ロゼみたいな人間の仲間はなかなか見つかるものじゃないだろうし。いろいろな意味でね。そう、いろいろな意味で。どうしたの？いえ、私たちも少しロゼさんに慣れたんだなって。そうだね。うわ、またスレイが見えないライラたちと喋ってる。こ、怖ー。先は長いかもだけど。焦らず行きましょう、スレイさん。ミクリオ、壊れたとこで素材がわかるぞ。うん、一見普通の材質だが、それだとここまで傾斜して原型を保てるはずがない。天鏡術が使われてた。ああ、だとするとこれは神代の時代に近い遺跡ってことになる。やっぱりか。なんなん、二人とも興奮しちゃって。ずっと見たかった塔なんだ。この斜塔は天意見聞録に特筆されているからね。すげえよな、思ってたより全然でかい。しかもこれほど見事に残っているとは。憧れなの？こんな斜めってる塔が。それが問題なんだ。どうしてこうなったか。普通に考えれば地殻変動だろうね。けど周りに断層の跡はないぞ。じゃあ地盤沈下、洪水の影響も考えられるか。元から斜めに建てられた可能性は？否定はしないが、一体何のために？結局それだよな、問題は。宗教施設、墓、日時計。大掛かりな天鏡術の仕掛けだったのかも。ロゼ、ロゼはどう思う？話長い。あれ、固まっちゃった。モコモコのヤギさんですわね。略してモギね。こいつもヤギなのか。イズチにいるのとはだいぶ違うな。髪、食べるでしょうか？やめろ、人工のものを与えるべきじゃない。すみません、そうですよね。優しいのね、動物には。お前たちが雑なだけだ。そういうことにしておくわ。デゼル、このヤギは崖で暮らす種類なのか？そうだ、普段は崖の上で生活し、草を食う時だけ草原に降りてくる。眠るのも崖の上でだ。崖の上で、大変だな。落ち着けないでしょうに。傍から見ればな。だが案外気楽なのかもしれん。そっか、
少なくとも襲われる心配はないしな。何を幸せと感じるかは他人にはわからないということでしょうか。そういうことだ。もしかして実感こもってる？好きに解釈しろ。あ、見て見て、ウサギがいる。グリーンウッドのウサギだな。おいしそうだな。どうかした？そこは可愛いじゃないのか。ああ、可愛い上に美味しいんだ。知らないの？ウサギって高級食材なんだよ。食用でもあるのは事実だが、デゼルも食べてみればわかるって。よし、俺が捕まえてさばいてやるよ。遠慮する。心配しなくても一番美味しいとこあげるって。いや、天族に食事は必要ない。そう？そんなに言うなら、じゃあ干して保存食にしようか。賛成。ボサッとしてんじゃねえ。ああ、逃げちゃった。ちょっとデゼル、追い立てるなんてかわいそうでしょ。基準がわからん。クワゴ、忘れ物かな。なってないね。大切な仕事道具だろうに。でも麦畑は見事ですわ。ああ、最悪の時代といってもまだまだ豊かなところは残ってるんだな。一見ね。一見？麦をよく見てみろ。お、これは実が全然入ってない。こっちももみの中はカビだけだ。黄金カビだ。この一帯は全滅だろうな。全滅？最近広がりまくってるの。この分じゃ今年の収穫も期待できないな。クワを放り出すわけだ。ライラー、これも最下の剣種が生み出した結果の一つでしょうね。これが最悪の時代か。ハイランド牛発見！おいしそう！カタロースからサーロインへのラインがいいわね。 A5 ランク。確かにいい牛だが、そのリアクションはどうなんだ？ハイランド牛の美味しさを知らないからそう言えるんだって。とろけるんだよ、マジで。ハイランド牛？ローランスなのに？またそういうとこに食いつく。原産地がハイランド地方なんでしょ。しかしハイランドでは見かけなかったが。家畜として大量に飼うには広大な牧草地が必要だ。それが確保しやすいローランスの方が飼育に適しているんだろう。なるほど、論理的だ。もっとも、最悪の世が続けば牧草地ごとこいつらも死に絶えるということだがな。それも道理だな。ちなみにハイランド牛を使ったドラゴ鍋はハイランドを食うって意味で縁起物になってるんだって。ん？ C ランクの豆知識ね。なんだよ、場を和まそうとしたのに。この棺、どんな人が入ってたんだろうな。装飾から見てそれなりの身分の人だろう。貴族とか一族の長とか。確かにこれはなかなかいい石を使ってますからね。ローランス帝国が成立する前かな、時代的には。微妙なところだな。もしかするとローランスの使徒と関係があるかも。うん、この手触りからしてスベスベひんやり様式と見た。洞窟されてるのが残念だな。僕たちも個人の誇りを尊重して調査しないとね。結構誇りが溜まってる。つまり掃除が行き届いていない説が有力だと。ロゼ、さっきから何やってんの？いや、一回スレイたちの趣味に混ざってみようと思ったんだけど。ごめん、案外つまんない。だろうね。無理しないで。うん、それが良さそう。立派な噴水ですわね。ペンドラゴ名物の一つだよ。詳しくは知らないけど、地下水道で遠くから水を引いてるんだって。そうなんですか。無駄に水が噴き出すものをわざわざ作るなんて、やっぱり人間ってバカよね。勉強術も使わずに高度な技術だと思いますけど。無駄、無意味、徒労。別名フンヌの噴水っていうんだ。フンヌの？
なぜそんな名前を？なんか水道の調子が悪いらしくてさ、時々。あ、こうなるから。なるほど。人間バカすぎ。ラストンベルにも地の主はいなかったね。天族は何人か見かけたけど、共存って感じじゃなかったよな。でもさ、見えないけど本当はいたんだね。今までもああだったって思うと怖。それでも昔の人は天族に敬意を払っていたんだよ。そのお返しに天族は人に加護を与えていた。それが共存の時代？うん。だが人間どもは目に見えるものしか信じなくなった。仕方がないけどね。スレイやロゼみたいに天族が見える人はほとんどいないみたいだし。見えないのにいるのは怖いけど悲しいよね。いるのに気づいてもらえないなんて。みんながロゼみたいに思ってくれるといいんだけどな。水よ、敵をうがて。鋭き氷、拡散せよ。よし、かなり安定してきた。精が出ますわね。いや、これは別に。思った以上に複雑でしたね、ローランスの事情も。騎士団と教会の対立だけでも頭が痛いのに、風の骨の暗殺やデゼルの復讐まで絡んできたからね。数奇境にデゼルさんの仇、強力な兵馬とぶつかることになるかもしれません。ロゼのことも気にかけないと。信じているけど、彼女だって人間だ。汚れてしまう危険性はついてもある。はい、同志と同じかそれ以上に。なのに本人たちは案外お気楽だ。嫌になるよ。ミクリオさんが一緒だからですよ。どうだか。私もそうですし。僕は僕のためにやっているだけさ。こう見えても向上心が強いんだ。こう見えてもですか。そうだよ、若いからね。やっぱり数奇鏡は兵馬だったな。ああ、正体まではつかめなかったがな。つまり民のためと言ってはいたが、自分の欲望で動いてるってことだね。そんなものよ、人間なんて。強すぎるほどの責任感を持った方でしたね。自分が何とかしなければという思いが自己正当化と結びついてしまったのだと思います。要するに器じゃなかったってことだよね。教皇が逃げたのが原因なのかも。それは分かりませんが。ロゼの仕事に関わることだよね。そう、だから教皇を見つけてどんな奴か見極めないと。スレイ、とにかく秘力を手に入れないと。後のことは後のことだ。そうだな、教皇様を探そう。ゴドジンへゴー。これってまさかエリクシール？魔王テラスが作ったっていう万能薬。あ、ヒメウスバチル長ですわ。ライラって時々不思議だよね。それよりエリクシールだ、本物かな。天意見聞録によればエリクシールの生成術は過去に失われているってあったけど。ああ、前かどこへマコガネ発見。舐めてみればわかるかも。おい、大丈夫か。一滴くらいなら。うわ、回復した。本物だ。これ普通に買えると便利なんだけどな。それは難しいですね。人の世界に残っているエリクシールは教会が管理しているはずですから。教会が。もう虫のことはいいんだ。数奇鏡の気迫すごかった。あれが国を背負う覚悟なのか。所詮は兵馬に落ちたものだ。あいつがデゼルの仇なのか。正体まではつかめなかった。お前が押し負けたせいでな。ごめん。次はしくじるなよ、俺の復讐のためにも。ああ、頑張るよ。いいのか、仇なら殺すということだぞ。そうだな、よく考えなきゃダメだよな。ありがとう。え、なぜ霊が出てくる。なんでって、俺を心配してくれただろ今。
考えても意味はなさそうだ。そんなぬるい解釈しかできないようじゃな。でっかいエビね。化石だよな。すっげー、昔はこんなのがいたんだ。と捕まえてフライにしたかったわね。この外見、氷魔か。氷魔が化石に？まさか。だがならないという確証もない。刺身でもいける確証はあるわ。おー、これどっちが頭？右だろ。どっちが頭かわからん生き物？変なの。いえ、エビも味噌と尻尾の美味しさは甲をつつけがたい。ほんと、何なんだろうなこいつ。だからエビだってば。きれい。光る湖面に見入られてしまいますわ。夜行中かしら。レゼル、俺に聞くな。知らん。あなたにも知らない動物ネタがあるのね。見えないほど小さな生き物が光を発すると聞いたことがある。そいつらが生息しているのかもしれん。へえ、見えないのがいっぱいいるんだ。一つ一つの命は数日らしいがな。数日だけ。一生懸命光ってるのに。発光な発光ですのね。今のは違いますわ。いいんじゃない、寂しい話でまとめられるよりよっぽど。お、なんか高評価？初めて褒められた気がします。地底道だけに銅メダルですわね。さっきの撤回、ライラの輝きも一瞬だったな。デゼルさんまで。そんな。なんという鳥ですか？グリフィカイト、トビの一種だ。あちらにも一羽、あんなに高く。ああ、見事に風を読んでいる。気持ちよさそうに飛んでいますわね。人間の発した汚れにまみれた空だがな。もしかしたらグリフィカイトがグリフォンの正体だったんでしょうか。かもしれん。汚れは人だけでなく自然をも蝕みますものね。ですが汚れは払えますわ。スレイならか。私たちならですが。デゼルさん、この香り、風に色がついているようだな。ハーブで風に色がついていると指摘ね。風に毒気が混じった。あら、褒めたのに嫌味に取るなんて。毒はあなたの中にあるんじゃない？それは完全に嫌味だろ。まあまあ、あなたも一服したら落ち着くわよ。お前、それはノルミンマグだけど。その中身だ。早速ハーブティーにしやがった。ハーブは大地の恵みだもの。地の天族がいただいてもいいでしょ。どういう理屈だ。いい香り。こんな時があるなら悪くないわね、旅も。そうかもな。これ、ヘリクタイトか。ヘリク？ヘリクタイト、こういうねじくれた鍾乳石のことだよ。確かに、かなりひねくれてるよね。ああ、誰かみたいに。あ、鍾乳石って伸びるのにすっごい時間かかるんでしょ？すっごい時間、ひねくれ続けたんだろうね。誰かみたいに。変わってるけど、神秘的で綺麗だよね。ああ。ここは言いなさいよ。村の将来のために学校を作る。なかなか賢明な判断だね。学校か。通ってみたかったよな。うん、私も。ロゼも？ずっと旅暮らしだったからね。風の骨のみんなが先生代わりだったんだ。ロッシュなんてああ見えてすごい達筆だし、文学にも詳しいんだよ。へえ、エギウもいろいろなことを知ってそうだ。うん、格闘術や忍び込みの仕方を教えてくれた。ま、
体育の先生だね。物騒な体育だ。俺とミクリオも同じ、イズチのみんなが先生だったんだ。思い出すな、ジージの礼儀作法の授業が厳しくてね。おかげでミクリオがこんな感じになったわけ。スレーはあんまり覚えなかったんだ。そうでもないけど。そうだろ、定位見聞録ばかり読んでて困った。ミクリオも似たようなもんだろ。僕は歴史と古代語の勉強を兼ねてだよ。俺だってそうだ。要するに今と同じってことね。まあね、だから寂しいことはなかったけど、もっと大勢と勉強したり遊んだりしたかったなって。わかるな、その気持ち。秘密の抜け道ってロマンだよな。地下というのがさらにね。そうそう、たくさん出口があったりすると最高。滝の裏とか井戸の中に繋がってるんだよね。やっぱ分かってるな、ミクリオ。全然分かんない。分かりたくないし。男性はお好きなんですよ、こういうの。てか男性はっていうより、ガキはね。この辺りずいぶん荒れた土地だな。だね、辺境なのは伊豆地も同じだけど、ここは狩猟も農耕も難しそうだ。こんなところにも人が住んでるんだな。案外しぶといわよね、人間って。何か特産物があるのかもしれない。そうかもな。とにかく目的はゴドジンだ。ロゼ、この道を進めばいいんだな。うん、崖道の端にあるはずだよ。もうすぐだと思う。わかった、また襲われる前に急ごう。ここ何かを掘った跡っぽいな。この赤い石じゃない？石製鉱ね。石製鉱？珍しい鉱物ですわ。地の栄養素が結晶したもので薬になるんですが。本で読んだことがある。毒性も含むから扱いが難しいんだっけ。あ、そうか、これが偽エリクシールの材料なんだな。ゴドジンに来て教皇様、村長さんが慕われる理由が分かったな。ああ、人間臭いんだね、弱さを含めて。弱くてもあんな償い方もできるんだな。なんて、俺の選択が本当に正しかったのか自信ないけど。そういう迷いを含めてスレイさんなのです。少なくとも私たちはそんなあなたについていきますわ。面倒だけど。とりあえず良かったんじゃないか、ロゼも暗殺しないでくれたし。それはね、まだ迷ってるみたいだけど。スレイさんと同じようにですわ。このままロゼが殺さない道を選んでくれると嬉しいんだけど。そうですわね。殺さない道か。しかしここが試練の神殿なんてすごい偶然だよね。私は納得。あちこちに石製鉱があったから。そうか、石製鉱は強力な火の天鏡術が発動した後に生成される鉱物だものな。強力ってライラの術みたいな。いいえ、私程度の炎では石製鉱は作れませんわ。つまりライラ以上の術を使うやつがいるかもってことか。こんなに巨大な石製鉱があるなんてやばいわね。どういうことだ。石製鉱はね、強力な火の天鏡術の影響で生成される鉱物なの。手強い敵がいるってことか。上等だ。油断してると火傷じゃ済まないかもよ。はい、少なくとも私程度の炎では石製鉱は生まれません。うん、どれほどだと。火山の爆発レベルです。試練の神殿と名乗るだけのことはありそうだな。熱いわね。頼もしいですわ。退くわけにはいきませんから。ペンドラゴ、
今頃どうなってるかな。あまり時間をかけているとセルゲイたちも動かざるを得なくなるかもしれない。フォートンが罠を仕掛ける余地も広がる。嫌なこと言うな。事実を言ったまでだ。残念ながらね。うん。放置して状況が良くなるものでもない。間違いなくな。団長さん、この文章全部暗記してたんだよね。よくやるな。同志に4つの秘力あり、すなわち治水家風。祖は最下の剣手に対する剣なり。村長さんが言ったやつ覚えてるの？大体だけど、案外得意だよなそういうのは。ごめんスレイ、ちょっと尊敬。え、なんで謝られた？しかし結局同志の秘力って何なんだろう。自然は治水家風の4つで構成されています。そしてそれを司る最古の天族たちがいる。ウマシア、アメノチ、ムスヒ、ハヤヒノだね。はい、グリーンウッド大陸のあらゆるバランスは彼らによって支えられているのです。そこまで行くともう神様だよね。実感ないけど。それは僕たちも同じだ。天教術の源も彼らのはずだが、意識することはないものな。五大神とはそういうレベルの存在なのですわ。おそらく秘力とは彼らの加護を得て治水家風の力をより強く発現させるものなのでしょう。最下の剣手に対抗するためにか。すごい力だけど戦いのためなのは残念だね。マオテラスの紋章だよな、これは。天意見聞録が正しければね。けどここは空っぽだ。ああ、気配も領域も感じないと言っても、五大神の気配がどんなかなんてわからないけど。そもそもマオテラスって謎の天族だよな。秘力だって治水家風があるのにマオテラスのはないし。五大神信仰の象徴的存在と思っていたが、裏があるのかもな。ライラは何か知っていそうだが、聞かない方がいいよな。かわいそうだ、いろいろな意味で。それにしてもライラ、いつああいうネタを考えてるんだろうな。それも謎だね。マオテラス以上に